国土交通省が統計を不正に処理していた問題で、年間で最大5兆円余りが過大に計上されていることになったとみられるという試算が明らかになりました。国土交通省の有識者会議は、建設工事受注動態統計を不正に処理していた問題で、データの復元方法などを検討した報告書を斉藤国交大臣に提出しました。この中で2020年度のデータを使って試算したところ、年間の受注額が最大で5兆1000億円過大に計上されていることになったとみられると明らかにしました。政府の GDP に使われる統計への影響は2020年度までの8年間でマイナス 0.3 から 0.6% 程度の乖離が生じる可能性があると試算しています。これを受け、有識者会議の座長は GDP に与える影響も軽微であるとの見解を示しました。